のりごとです。今日はですね、8月19日ね、ご存知バイクの日でございます。ということで今日はね、ちょっと僕のバイクを紹介しようと思います。去年の今ぐらいですかね、買ったのは。買ってからまだ2、3回しかね乗ってないバイク紹介します。川崎 Z250 ね、こんな感じしてもう全然乗ってないから雨風でもう汚い汚い、このワイルドな顔つき、かっこいいね。 Z にあしらわれたねカウル、めんどくさいんでね、ヘルメットホルダーだけここにねつけまして、あとは全てドノーマルで 2,3 回しか乗ってないっていう。エンジンのねオンもかっこいいんですよね、これ。ほらこれよ、これエンジンのスタート音ね、いいね。ちょっとね、あまりにもバイク汚いんで、バイクの日ということで綺麗にしたいと思います。これもうものすごい汚いわ。これ拭くだけでね結構綺麗になるからね。ほらピッカピカだね。バイクの日、バイクを愛さないとね。バイクのお手入れいい機会。オッケー、熱い。これもう新品みたいに綺麗になったね。ちょっと拭いただけだけどもうピッカピカになりました。やっぱね、バイクのお手入れねしなきゃいけないですね。